寒い。ねえ、リジ、これからどうするってかね、思ったんだけど、本当に今のライブかっこよかった。でね、思ったんだけどさ、私の曲とかも作ってくれないの？そろそろ聴きたいんだよね、うちらのコラボ曲。めっちゃいい曲できると思うんだけど、どう？ねえ、聴いてる？リジ、聴いてる？リジ、どこ行くの？リジ？大丈夫？起きて。立てるか？帰ろ。はい、おいで。よいしょ。おれ。
して脅迫めいた響きを感じさせる言葉はなかったのです。つまり自分には人間の営みというものが未だに何も分かっていないということになりそうです。自分の幸福の観念と世のすべての人たちの幸福の観念とがまるで食い違っているような不安、自分はその不安のために夜な夜な転々し呻吟し発狂しかけたことさえあります。自分は一体幸福なのでしょうか。自分は小さい時から実にしばしば幸せ者だと人に言われてきましたが、自分ではいつも地獄の思いで、かえって自分を幸せ者だと言った人たちの方が比較にも何もならないくらいずっとずっと安楽なように自分には見えるのです。血を荒らし、絞りかすの一滴までしゃぶりつくガキと、ゆえにうぞうむぞうと増える憎悪、人々は悪戦をつかむことに慣れてしまった。はびこるテロ、怒りの矛先は弱者に、それは意志を持たない都市の中で延々と繰り返される。空気は重たい。ネオンがゴーゴーと灯るのも、車が走り止まないのも、真実の闇に光を届かせないための塗装。ハリボテに惑わされるな。我が物顔で街へ集う人々は、大いなる世界の檻の中で飼いならされた豚だ。誰かが誰かの肥やしになって、イカ様が作り上げたこの町は何もかもが腐っている。若者よ、均衡の崩れた世界で共存する必要はない。迷わなくてよいのだ。我々人類は対等なのだから。そう、みんなの恐怖は解放され、下脱さえすれば。悟りの境地に行けば全てが見える。進むべき道が見える。その心を養う道を知れば何も恐れることはないのだ。それができるのも何も私だけではない。みんなにもできる。この聖水を飲み心をほどけば、コンパクトになった私は君たちを導いてあげることができる。個
人や社会といった概念とは異なる世界の概念。我らの道を築き上げよう。開拓するのだ。世界になるだ。